皆さんこんにちは、はるです。私は今香港の港に来ております。港感全然ないですよね。港にいるっていうことはそうなんです。船に乗るんです。香港から船に乗っていく場所としたらただ一つ、中国の特別行政区&アジアのラスベガスと言われているマカオに行ってみようと思います。皆さんマカオってどんなイメージを持っていますか？私はカジノ、お金、ギラギラ、街、ビル、ドーン、高いみたいなイメージなんですけども、1999年まではポルトガルの植民地だったので、中国なのに中国ではない文化があったり、建物とか世界遺産があったりと、いろいろと面白い場所なんですよね。2024年夏、マカオがどんな感じなのか見ていこうと思いますので、皆さんもぜひお家から行った気分で楽しんでいってください。それではレッツゴー。では船に乗る前にちょっとしたマカオの説明をしていこうと思います。まず香港からマカオってフェリーで1時間ぐらいの距離にあるんですね。で、時差も一緒で香港とほぼ同じような感じではあるんですが、通貨が変わるんですよ。マカオパタカ、もうねパタカがいつも覚えられないんですよね。1香港ドル約20円なんですが、マカオパタカも1マカオパタカ約20円なんですよ。なのでほぼ一緒なんです。マカオはカジノで行かれる日本人の方多いと思うんですが、香港からマカオに行く場合、両替めんどくさいですよね。大丈夫です。香港ドルもマカオで使うことができます。一応クレジットカードが使えるお店もあるっちゃあるんですけど、もしものためにお金足りないの嫌だなって思われる方は、この香港のフェリーターミナルの近くにも両替所いくつかありますし、マカオに着いたら港の中に両替所があったりするんですよね。なのでそちらで使いそうな分だけ両替するといいかなと思います。今回香港からマカオに行こうと思ったきっかけなんですけど、なんと今年の7月末まで香港マカオ間のフェリーがね無料なんですよ。すごくないですか？片道3000円いかないぐらいで乗れはするんですけども、無料だとありがたいですよね。その分でホテル泊まれたりするんで、そのチケットもやっぱりルールとかはあったりするので、この後詳しく説明していこうと思います。ではまずはチケットを交換しに行きましょう。ではチケット売り場にやってきました。今回乗るのはこちらの赤色のターボジェットという会社です。このターボジェットは香港島とカオルーン2カ所にあるんですが、どちらから行っても大丈夫です。強いて言えば香港島の方が船の本数が多いらしいです。なのでこちらにしました。チケットの受け取り方はカウンターでパスポートと飛行機の半券やメールに届いた航空券の内容ですね、そういうものを提示すれば大丈夫です。こちらが乗り場ですね。久しぶりだな。では早速行ってみましょう。このフェリーの無料キャンペーンなんですが、いろいろとやっぱりルールはあるんですよ。まずはもちろん外国人が対象です。香港について1週間以内にマカオが行く方が対象、香港について宿泊して観光した後にマカオに行く方が対象なので、そこも注意した方がいいかなと思います。もちろんマカオにも予算があるので毎日数量限定なんですね。なのでマカオ行きの予定が立ったら、もう早めにフェリーは無料チケットの予約をウェブ上でした方がいいと思います。予約方法は YouTube で検索するといろいろ出てきますので参考にしてください。フェリーは今年の7月31日まで、バスで行く方法もあるんですが、そちらだと8月31日まで無料で行けたりするので、今年の夏休みに皆さんマカオいかがでしょうか？ではチケットを見せたので下へ下ります。パスポートを提示して出国審査が終わり、下の階にやってきました。今からチケットを提示して席を決めてもらおうと思います。では電子掲示板で乗り場を確認しましょう。ターボジェットのマカオ行き1時半は乗り場3番ですね。ワクワクしますね。船に乗って国境を越えるってなんかロマンありますよね。前の方にスーツケース置き場があるんだ。よいしょ。お、人が多いな。今回、よいしょ、今日の私のお席です。よいしょ。まあまあ足元は狭めですね。でドリンクホルダーとか、お食事置けるところがあったり、でも今日もほぼ満席なんで、席の予約はもう早めに取った方がいいと思います。ちょっと荷物入れようかなと思ったんですけど、なんかゴミとか全然そのままになってる。では船が出港しました。久しぶりのマカオ行ってきます。おー、香港の街並みが見れますね。この街並み見ながら船の旅できるってめっちゃ贅沢。我干也不便宜。おお、よいしょ、谢谢、谢谢。ということでマカオ到着しました。今からホテルに向かおうと思います。天気も良さそうですね。マカオの街並みでございます。天気はちょっと怪しいですね。曇り空でした。で、今日泊まるホテルなんですが、ロイヤルマカオというホテルです。港から歩いて28分、電車で行っても23分なんで、今日は歩こうと思います。結構ね、タクシーの勧誘がすごかったんですよね。今回どうしても歩きたくないっていう方はタクシーやったら7分で着くんで、そちらもいいかなと思います。私は最近食べ過ぎなんで歩きます。今日のマカオは28度で結構暑いです。で、ここにマンションがあるんですけど、マカオってカジノのイメージがあって、ギラギラキラキラしてるイメージあるじゃないですか。ですけど意外とこういうもうコンクリートだけで作りましたみたいなアパート多いんですよね。あと私が以前マカオに来た時よりもすごくね、人っ気が増えた。では到着しました。ロイヤルマカオホテルです。よいしょ。結構コンパクトな感じ。ドアマンがいる。シェシェ。おお、広くて綺麗ですね。ではチェックイン向かいましょう。おお、綺麗だな。今回私のお部屋819になります。エレベーターの近くや、よかった。では本日のお部屋ご紹介していきます。せーの、じゃじゃーん。ちょっと歴史を感じるデザインですが、快適に過ごせそうです。うちの旅丸さんも快適そうに座っています。外の景色はですね、あそこのお庭素敵ですね。で、奥の方はマカオって感じの古めのアパートがずらーっと並んでいます。このホテルを選んだ理由の一つとして、世界遺産にすごく近いんですよね。なのでこの後は観光に行ってみようと思います。書斎もありますし、テレビもあります。ベッドはツインですね。こっちは荷物置き、こっちは寝る用で行こうと思います。では水回りです。じゃじゃーん。はい、浴槽がありました。鏡も大きいですね。で、大理石でできています。かっこいい。アメニティは石鹸とシャンプー&コンディショナー。一緒になっちゃってるんですね。で、バスジェルとボディローション、そして歯ブラシがあります。お水あったラッキー。一番安いお部屋を予約したんですが、それでも浴槽ついてくるのはありがたいですね。では、いつものやっていきましょう。押しながら。おお、水圧めっちゃいいですね。20丸。こちらがクローゼットですね。わ、音がもう年季入ってるな。やった、スリッパついてる。しかもホテルのロゴ入りですね。ここは結構手が込んでます。バスローブ、厚くもなく薄くもなくちょうどいい柔らかめのバスローブです。結構好きな感じ。テレビの横にはポットがあって、よいしょ。お、冷蔵庫でかい。あ、コーヒーはネスカフェのはこういった感じでございます。もう紅茶美味しそうだし、ホテルのロゴ入ってる。ジャスミンティーです。クーラーもね、すごく年季が入った感じなんですが、しっかり冷えてますね。この部屋はアゴダで1泊約1万円くらいでした。他にもプールなどがあるので、そこを見に行った後に観光に行こうと思います。私、このスペース好きなんですよね、窓際の。ここにね、クッションとか置いて、コーヒー置いて、本とかね、読んだり、漫画とか読むの好きです。ちょっとパソコンとかで作業したら、なんと雨が降っちゃいました。雲が厚いんでちょっと晴れなさそうな感じですね。とりあえず観光の前にこのホテルのスイミングプール見に行ってみましょう。撮影はできなかったんですが、こんな感じで上が天窓になっていて、真ん中にドーンと学校のプールみたいな感じのプールがあって、5人6人ぐらい泳いでいました。いい感じでしたよ。腹が減っては戦はできんということで、今からポルトガル料理が食べれるラッキードラゴンっていうレストランに行ってみようと思います。マカオは400年以上ポルトガルの統治下にあったので、今でもポルトガル風の石畳だったりとか歴史的な建造物がたくさん残ってるんですよね。もちろんポルトガル料理も残っているということで、早速食べに行こうと思います。マカオはぎゅっと観光地が集まっていて、そのエリアまで徒歩10分ぐらいですね。雨の日の観光って久しぶりだな。もう去年あたりはね、全然動画撮るとき雨降らなかったんですけど、今年ダメなんですよね。ポルトガルらしい西洋風の建物と古い建物が入り混じっているのがマカオっぽいですよね。雨の日は雨の日なりの雰囲気の良さがあるので、今日は楽しんでいこうと思います。この路地かっこよくないですか？ホテルから1、2分歩くとこんな感じでショッピング街も出てきました。全部スポーツ屋さん。繁華街の方までやってきました。やっぱり皆さん雨でも観光してますね。すごいこの建物とか可愛くないですか？もうこの辺りは街自体が全て世界遺産になっていたりするので、歩いているだけで楽しめますし、この建物もすごい可愛いですよね。もうまるでヨーロッパを歩いているかのような気持ちになります。いい雰囲気ですよね。雨が降ったおかげでライトが反射して足元もキラキラして綺麗なんですよ。もうそろそろ着くんですが、すごい懐かしい。私が前行った時もこの路地ココナッツが売ってたんですよね。今一つ600円。まあまあな値段ですね。ここには何だろう、おでん屋さんかな。この路地の奥にあるそうです。ここは何屋さんかな。鳥がすごい吊る下げられてますね。人気店みたいです。お、ありました、ラッキードラゴン。ここで美味しいポルトガル料理が食べれるそうなので、早速行ってみようと思います。このタイルが可愛いですね。シェシェ。あ、イエス。あ、Thank you。メニューはたくさんあるんですけど、この一番おすすめそうなのフライドチキンとマッシュルームのポルトガルスタイルのディッシュで、このスープがついて53マカオパタカなんで1000円ちょっとぐらいですね。ドリンクはこのお茶っぽいのがやってきたので、これを飲もうと思います。他の YouTuber さんがね、ここがすごい美味しいって言ってたんですよね。メニューも本当にすごいたくさんあって、こういう1000円ぐらいのセットメニューもあるし、滞在中に何回か来るのもいいですね。お値段も結構お手頃な感じですよ。ではご飯がやってきました。お肉がめちゃくちゃでかいですね。このマッシュルームソース、どんな味がするんでしょうか。でこちらが今日のスープだそうで、めっちゃ謎じゃないですか。この茶色色のスープはどんな味がするんだろう。何のスープですかって聞いたら、とりあえずスペシャルスープとしか言われなかったので、スペシャルなスープだそうです。なんかねすごい固めのお肉が入ってるけど、これ何肉でしょうね。初めて見るかも。牛骨かな。ではいただきます。スープから飲んでみよう。うわめっちゃ美味しい。びっくりした。人参か、人参の甘みがすごくって、優しい牛骨と野菜のスープっていうような感じ。おお、しみる。美味しいぞこれ。これはやっぱり骨っぽいですね。食べる部分ではないんだ。あー、これはスペシャルなスープだわ。美味しい。お肉もすごい脂がジューシーだ。でちょっと中国っぽい味、八角かな、その香りはするんですけど、やっぱり観光地だからかすごいねマイルドで食べやすいんですよね。あと脂がすごいジューシーでお肉がふわふわで美味しかった。もうこのマッシュルームソースめっちゃ美味しいわ。え、超濃厚。やばいな、マカオの料理美味しいわ。これ頼んでよかった。え、超満足度がすごい。美味しくてあっという間になくなってしまいました。でここのスタッフさんのサービスがすごいよくて、例えばお茶が減ったらすぐ次に来てくれるし、さっきもチキン食べ終わった瞬間にお皿引いてくれたんですね。いい感じです。このレストラン見つけちゃったわ。このレストランの周辺ってマカオ歴史地区っていう地区になってまして、なんとその中に世界遺産が30個もあるんですよ。すごくないですか？ちなみに日本は25個なんですよね。マカオって本当に魅力的な場所だと思います。1999年まではポルトガルの植民地で、その後中国に返還されたんですよね。そしてこうやって世界遺産がいっぱいできたんですけども、実はこれ簡単なことではなくって、私が前回行った台湾とかも国じゃないんですよね、台湾って。なのですっごい素敵な歴史的な建造物とか自然とかたくさんあるのに、国として認められてないから、まず世界遺産の申請さえさせてもらえないんですよ、台湾って。なので世界遺産っていろんな国にあるイメージなんですが、それを取るのにどれだけの苦労、国になるっていうのがどれだけすごいことかっていうのを改めて感じますよね。でもマカオって世界遺産はあるものの、一つの国っていう扱いではなく、中国の広東省にある特別行政区なんですよね。香港とか上海のような感じです。いやもう結構混んできて満席になったので、今から帰ろうと思います。ごちそうさまです。続きましてセナド広場という世界遺産のある場所へ向かおうと思います。道端に八百屋さんがありました。見てください、これきゅうりとゴーヤのハーフみたいなのがあります。もう上から上から書いちゃって、なんて書いてるかわかんないんですよね。月生ウリって書いてる。多分これも日本のマンゴーとはまた全然違いますよね。ちっちゃくてコロコロっとしてます。ではセナド広場到着しました。めっちゃ綺麗じゃないですか。こんなカラフルなんや。これはもしや昼間に来るよりも夜の方が綺麗かもしれん。しかも雨が降ったおかげで下もきらめいてます。いや雨降ってよかったな今日。聖ドミニコ教会が出てきました。この建物は16世紀後半に建立されたバロック様式のカトリック教会なんですね。すごい可愛いですよね。薄黄色色の教会ってなかなかないですもんね。美味しそう。クッキーにありそう。外の看板に今日は観光客の受け入れは終わってますって書いてたので、何かやってるのかもしれないですね。ですが前回マカオに来た時の動画で教会の中入ってますので、ぜひ見てみてください。セナド広場あたりから10分ぐらい歩くと、ここにカジノエリアがあるんですね。ここは夜になるとライトがピカピカ光ってきらびやかなので、そちらに行ってみようと思います。歩いている途中にジュース屋さんを発見しました。ギャザーリングっていうところですね。タピオカミルクティー飲みたいんだよな。あ、ニーハオ。Can I get gathering tapioca fresh milk tea number 2? ではタピオカミルクティーゲットしました。27パタカだったので540円ぐらいです。ではいただきます。お、紅茶粉美味しい。うん、うまい。これすごいですよ。ではグランドリスボアに到着しました。きらびやか。この建物こそマカオの象徴って感じですよね。実はマカオって東洋のラスベガスって呼ばれていまして、なんと2006年にラスベガスの売り上げ抜いて世界一になってるんですよね。何兆円の世界だそうです。この隣のカジノも傾向に派手ですよね。やっぱりカジノがあるって利点も多くって、マカオ政府の歳入の9割以上がなんとカジノ税で賄われてるんですよ。カジノがあるおかげでもうマカオが潤ってるって言っても過言ではないですよね。この乗り物は何だろう、トゥクトゥクもどき、自転車で走るんですね。鈴の音すごく綺麗。練習中でしょうか。マカオのカジノは中が撮影禁止なんですよね。なので、中に入る気分で外歩きながら撮っていこうと思います。マカオは観光目的であれば3ヶ月間ビザなしで滞在ができるんですよね。なのでプロポーカープレイヤーといいますか、もうカジノで生計を立てている方とかもう最高じゃないですか。こうやって見るとマカオってすごい大都市なイメージあるじゃないですか。ですがめっちゃちっちゃいんですよ。東京で例えるとなんと山手線の内側の面積の半分しかないんですよ。めっちゃちっちゃくないですか。なのに人口がものすごく多くって、一度人口密度世界一になったんですよね。東京の約3倍の人口がいるそうです。ですが今年に入ってマカオがモナコに人口密度抜かれたんですよね。なんかマカオもモナコも名前似てるんでちょっと一瞬どっちかなってなっちゃうんですけど、少しの差でモナコが今世界一人口密度が高い国って言われています。今から25年前私がシャンシャイとか言っていたであろう時期にポルトガルの植民地から中国に返還されたんですよね。その時にマカオに20万人以上の人たちが移住してきて、今となってはマカオの全人口の9割以上が中国人、 1% ほどはまだポルトガル人の方が住まれているそうです。でもマカオっていまだにポルトガル語も中国語と同じように公用語として使われているんですよね。一応英語も通じるんですけど、今回私が泊まってるホテル英語話せないスタッフさんとか普通にいたので、絶対通じるってわけではない。ここもすごいキラキラしていて可愛いですよね。このホテルはトレジャーアイランド、なんかね聞き覚えありますよね。ラスベガスにあるホテルも結構あるんですよ。このウィーンホテルとか向こうには MGM ホテルもありますね。長い時間飛行機乗ってラスベガスに行かずともマカオに来ちゃえばもうラスベガス天国ですよね。ではウィーンホテルにやってきました。ここは入り口入ってすぐドラゴン・オブ・フォーチューンっていうものがありまして、毎回30分ごとにねショーがあるんですよ。ちょうど人が集まってるんで行ってみようと思います。あ、今始まったみたいや。おお、きれい。すごい人だ。しいたけが降りてきた。下が開いて金色の木が登ってきました。すごい中華を感じますよね。天井が閉まりました。もう本当よく設計されてますよね。もう首もげそうなんでこうやって見てました。ウィンのエントランスがすごい豪華なんですよ。もう、まあ、見るだけならタダなんで入ってみましょうか。シェシェ。おお、綺麗。あ、綺麗だけどやっぱラスベガスと比べると、まあ、コンパクトな感じがしますね。本物のお花かなこれ。これ本物や。すごー。続きまして MGM にやってきました。駅舎でかいですね。でこちらもまあ入るだけなら無料なんで行ってみましょう。おお、きらびやかですね。 MGM の方が天井高いなあ。でもこっちのコチョウランもすごい綺麗。本物のお花っていうのがいいですよね。しかもね、びっくりしたことに MGM のドアマン4人もいるんですよね。すごくないですか。もう開けっぱなしにしといたらいいのに。次マカオ来るときは絶対カジノホテル泊まろう。では歩いてホテル帰ろうと思います。このカジノホテル周辺はこんな感じでね、もうギランギランの看板のお店がたくさんあるんですよ。ちょっとこれせっかくなんで私のサブちゃんワールドホッパーの撮影をしながら帰ろうと思います。おはようございます。次の日の朝です。やっと晴れました。天気予報ではまあ雨の予報だったんですけども、なんか全然当てにならないですね。では今からチェックアウトしてきます。チェックアウト完了しました。今から観光に向かうんですが、その後また香港に戻るんですね。でこのホテルですね、嬉しいことにフェリーターミナルまで無料シャトルバスが出ておりまして、ここを1時半出発ですね。予約などは不要だそうです。今から約2時間くらいですね、マカオ観光をしていこうと思います。チェックアウトは11時なんですけど、まだ朝ごはんとかを食べれてないんですよね。なので、マカオっぽいものも食べに行こうと思います。マカオといえば、エッグタルトが人気なんですよね。アーガレットカフェエナタっていう場所が、エッグタルトがすごく有名な場所だそうで、ホテルから歩いて12分かかりますので、ちょっと歩いて向かおうと思います。お腹ペコペコや。待って、すごい景色や。待って、歩いてたら昨日の夜見に行ったグランドリスボアが見えました。めっちゃかっこいい。マカオの象徴ですからね。これぞマカオの景色。このマンションの作り方も面白いですよね。それぞれ窓の形とか柵の形が違うんですよ。ちょっとハウルの動く城の側面見てるような感じ。ここの道かわいいですね。ていうかこの木もでかいな。マカオはやっぱり建設物の歴史もすごいんですけど、色がかわいいですよね。やっぱり昨日見た教会とかも黄色色で可愛かったし、ここは全部ピンク色に塗られています。この路地の向こうにあるはずなんですけど、すごい人だかりがある。絶対これやな。建物の雰囲気がありますね。あ、いろんなお店があるんだ。ここがマーガレットカフェだ。すごいな。行列できるって書いてたんですけど、確かに今日も平日のお昼なんですけどちゃんと並んでますね。エクタルトは1つ11パタカなので220円です。1つ買おうかな。キャッシュオンリーですね。カードは使えないです。ではやってきました。結構コンパクトですよね。パイ生地ですごいほかほかでプニプニします。ではエッグタルトいただきます。うわー、おいしい。卵の味がちゃんとして、もうプリン食べてるみたい。プルプル。パイ生地が結構分厚めで、食べると油がじゅわーっと溢れてくるんですよね。すごい満足感のある美味しいエッグタルト。このトロトロのエッグの生地の部分が分厚いっていうのがいいですよね。1つ220円、ちょっと高いかなと思ったんですけど、お値段相応の満足感があります。3口でなくなってしまいました。全然ね、あと5個ぐらい食べれそうなんですけど、今からセーポール天主堂っていう観光地に行こうと思いまして、その辺りにエッグタルトがたくさん売ってるんですよね。なのでエッグタルト、ここ有名店ではあるんですけど、いろんなところ食べ歩いて1個ずつ食べて、もう自分のお気に入りのお店を探すのもありだと思います。まあでもここが一番美味しいだろうな。前回食べた時よりもこっちの方が美味しかった気がします。ではまた歩いて10分で着くので、早速行ってみましょう。エッグタルト屋さんの近くにドリンク屋さんがあったので来てみたんですけど、全部700円800円ぐらいしますね。マカオやっぱ物価高いな。マカオといえばこの干し肉屋さんですよね。あ、シーシーもらいました。うん、柔らかくて美味しい。味付けは優しめで、ちょっと中国っぽい味がするのと、何肉かわかんない、多分イノシシみたいに書いてたから豚とかそういう系なのかな。でもこのお肉不思議な力がありまして、アペタイザーみたいな、なんかこれ食べたらなんか逆にお腹すくんですよね、もっと食べたくなって。なので夏の暑い日、食欲がない日、私今日おそうめんぐらいしか食べれなさそうって方はちょっと一口食べると、もしかしたら食欲が倍増するかもしれない、知らんけど。こちらのぐま豆腐屋さん、多分豆腐屋さん、豆腐とか売ってると思うんですけど、ここにペットボトル入りのミルクティーと、見てください、エッグタルトがあったんですよ。ここでちょっと買ってみようと思います。ではゲットしました。合わせて41パタカでした。ミルクティーが25、エッグタルトが16ですね。まあまあ高いな。でもいろいろ見て回った結果、だいたいこれぐらいの値段するんですよね。ああ、もうやだ、円安と物価高がもうやだけど、これは食べる価値がね絶対にあるので、ちょっと人気がないところで食べようと思います。見てください、この人の多さ。昨日までみんなどこに隠れてたんだってぐらい人いっぱいいますよね。ここのエッグタルトは銀カップに入っていて、ちゃんとあったかい、焼き目は薄めです。さあどんな違いがあるんでしょうか。いただきます。うん、こっちも生地が分厚くてプルプルだけど、さっき食べた方が卵の香りは強かったかな。でパイ生地が厚めなんですよ、さっきより。なのでこのエッグタルトの底とかも結構しっかりしてて、カリカリって感じが楽しいです。あっち柔らかめ、こっちカリカリめって感じ。どっちかというとさっきの方が好きだな。うん、では紅茶。おー、香り高。紅茶が出るの 1.5 倍ぐらい濃い。人多いなー、すごいなー。お、What's this? あ、シェシェ。アーモンドクッキーだ。これもエッグタルトに続き、マカオの人気なお菓子のアーモンドクッキーです。焼きたてであったかい。こんなに口の中の水分持ってかれるクッキー、生まれて初めてだわ。でも中にざく切りにされたアーモンドが入っていて、杏仁豆腐の味がするんですよね。なので杏仁豆腐好きな人は好きかもしれんけど、めっちゃ口の中の水分持ってかれる。画面がちらついちゃってすみません。ここはお土産屋さんで、この中にはですね、こういうお土産骨董品、そして右の方にはチャイナ服がめちゃくちゃ売ってるんですよ。前私が来た時は1着 3,4 円ぐらいだったんだけど、まあ値上げはしてるでしょうね。このバッグかわいい、1200円ぐらいですね。へえ、まあ安い方やと思います。子供用のチャイナ服めっちゃ可愛くないですか。でもね、1着 6,000 円って書いてました。お、なんか倍ぐらい値上げしとるぞ。大阪のおばちゃんが喜びそうなチャイナ服がありました。めっちゃ強そう。チャイナ服にもいろんな柄があるんですよね。すごい綺麗。このロングタイプもかっこいいですよね。すごくね派手で可愛いですよね。多分ここで一番派手なチャイナ服はこれだな。なんかあ、デヴィ夫人用に作りましたかってぐらい派手ですね。クリスマスとかいいんじゃないかな。このマカオのパイルマグネットが1つ700円なんですよ。めっちゃ可愛くないですか？でもマカオって文字を見なかったら地中海っぽいというか、レモンと白いお家と船と青い海とみたいな、そっちの地域の方のお土産な感じがしますね。でもこれはこれですごい可愛い。お家の冷蔵庫を鮮やかに彩れますね。これもマグネットかな、サイコロが入ってる。800円。お、意外と安い。でもどうやって遊ぶんだろうこれ。ではやってきました、セーポール天主場です。ひどいな。みんな思い思いに階段の至る所で写真撮影をしていますね。見た感じ全然日本人がいない。まだ一人も会ってない。多分私が気づいてないだけかもしれんけど、ほぼ中華系の方ですね。近くで見ると迫力がありますよね。このセーポール天主堂はすごいな。もう中国のおじちゃんは強い。私が写真撮ってたらどいてって肩ドンって押された。写真に対するこだわりがすごいけどね、みんな写真撮りたいのは一緒なんだよおじちゃん。まあ気を取り直して中へ入っていきましょう。実はこの建物ですね、日本人も建設に関わってるんですよ。なんか前より綺麗になってる気がする。江戸時代にキリスト教が弾圧されて、たくさんの日本人がマカオに逃げてきたんですね。その時に、この建設にその日本人の方々が関わったそうです。裏から見るとこんな感じです。ちょっと焼け焦げたような跡があると思うんですけど、実は火事が起きて石造りの部分以外は全部焼け落ちちゃったんですよね。私長崎県民で、やっぱり学校の友達も仏教がいたりキリスト教がいたり、日曜日はミサがあるからごめんね遊べないみたいなのがいろいろあったんですよね。昔はそれがあ、そうなんだキリスト教なんだってぐらいで考えてたんですけど、まさかマカオまで逃げてきてこの建物を建設してって話、授業で習わないじゃないですか。こうやって旅行するのをきっかけに、そういう身近な歴史についてもう一度詳しく調べてみるのもすごく楽しそうですよね。歴史について調べたいところなんですが、あと20分でフェリー行きのバスがやってくるので帰ろうと思います。2時間だけだったけど結構楽しめるな。さすがマカオ山手線の内側の半分のエリアしかないだけあって、すんごいコンパクトに回れるんですよね。時間ない方、香港旅行ついでにマカオ1泊2日だけでも十分楽しめるんじゃないかなと思います。天気次第なところはあるけど、ゆっくり観光したい方は2泊3日、カジノを思う存分楽しみたい方はビザなしで3ヶ月まで入れるんで、ゆっくり滞在してください。ではホテル帰ってきました。今からバスに乗って港へ向かいます。ではバス出発、約30分間ですね。のんびりマカオの景色を見ながら楽しもうと思います。なんとフェリーターミナル7分で到着しました。西着予定って書いてたんですけど、やっぱ渋滞を見越してあの時間だったのかもしれないですね。にしても早いな。ではチケットを買いに行きましょう。おお、人が全然いないわ。チケットオフィス2階ですね。マカオから香港行きはこの赤色マークが目印のターボジェットしかないんですね。チケットゲットしました。片道175パタカ。平日料金なんですが、土日祝になるとまたちょっと値上げするような感じです。船は1時間に2便くらい出てますね。始発が7時半、最終が11時59分です。土日祝が190、夜が220ですね。では出国検査してきます。自販機があったんですよね。お水が8パタカなので160円ぐらい。マカオやから香港ドル使えないだろうなと思ったらね、香港ドル使えたんですよ。ラッキー。今日はこちらの船に乗って香港へ向かいます。すごい抹茶の色してますね。お魚が泳いでいたとしても見えないくらい濁っております。5分前に搭乗が始まりました。そんなに人多くなさそう。昨日乗った船ではあるんですけどね、やっぱ船の旅ってワクワクしますよね。すごい船かっこいい。なんか仮面ライダーみたい。おお、真っ赤っかでかっこいいな。この文字も含めてちょっとエヴァっぽいですね。あそこがバック置き場なんだ。やっぱり窓際の方が荷物が置けるのでいいですね。では香港に帰ります。では香港到着というわけで、あっという間のマカオ1泊2日旅でございました。皆さん動画いかがでしたか？行きも帰りもフェリーは1時間ぐらいなんですが、 Wi-Fi もあってかなり快適ですし、マカオも私が前回いた時より人はかなり増えていたんですけども、人が多すぎてショッピングできない、歩けない、人酔いするみたいなぐらいではなくって、有名なエクタルト屋さんもちょっと並んだけどすぐ買えましたし、マカオ自体コンパクトなのもあって観光もすごくスムーズにできましたし、いい滞在ができたなと思いました。もし香港に来られる方は今年の7月末まではフェリー片道無料キャンペーン過去数量限定もやっていますので、ぜひ一緒に来てみてください。では今日の動画はこの辺りで終わろうと思います。この動画面白かったよ、役に立ったよという方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。では私はこの後また別の場所に向かおうと思いますので、どこに行くのかぜひ楽しみにしていてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。